若菜です。お邪魔してます。何これ、何のイベント？何これ、あ、何、私もイベントに参加できるってこと？この NMB48× 見取り図と共演のチャンスっていうイベントがやってまして、私たちも何、あの出場者なの。こんにちは。今日はこの後天使のユートピア公演2回目です。そう、あ、まあそんなことはさておきね、そんなことはまあまあその話はあれですけど、今日はナングラ、ハッシュタグナングラでね、ショールームで NMB がやってる企画ですけど、お題がありまして、今日のお題はこれが愛なのか発売、あなたの一押しを絵に描いて教えてくださいみたいな感じだったと思います。一押しのもの、なんだろう、私の一押しって何でもいいってことよね、別に人でも動物でも物でも本、でも、なんだろう、一押し、一を押す、あ、なんかそういうの好き、一を押すみたいな、めっちゃ好き。なんかさ、結構 MC とかでも好きなこととかなんかあるねんけどさ、いっぱいなんか好きなものとか今ハマってることとかずっとやってることとかいっぱいあるけど、なんかなんか喋って面白いことって逆になくて、そういうのってなんか普通のお題ほどなんか答えがいっぱい出てくることほどなんか、これってでもなんか普通のことやしなみたいなのめっちゃ思う。趣味とか聞かれた時もね、一押しって言われたら今はかりんとうにハマってるからかりんとうなんですけど、MC とかでね、なんか昔って本当に変な人が多くて、なんか天然が多かったのかな、天然の人が多かったりボケたがりも多かったりして、なんかめちゃくちゃやったなような記憶があるだけで、でもなんか記憶が美化されてるだけで、昔の MC とか見たら別にそんなに変わんなかったりもするような気もするんですけど、でもにしてもなんか天然はもっと多かったなって気がします。なんて書こうそれ、いや、ちょっとこれはもうかりんとう一押し、私の一押しのもの、最近ハマってるかりんとうです。これはなんか別に何とは言わんけど、かりんとうなんだけど、かりんとうなんよ、間違いなくかりんとうではあるんやけど、なんかあかんよな、完全にかりんとうです、めちゃくちゃかりんとう、かりんとうにしか見えない。そう、美味しいからね、かりんとう大好きです。って難しいの、逆にさ、かりんとうをこれ以外にかける人いるの？かりんとう食べたくなってきたな、ちょっと今日はね、最近はこの天使のユータピア公演の衣装がお腹が出るから終わるまで我慢しようと思って、今お腹ペコペコです。お腹すいた、
いや、あれやったね。あれでした。ちょっと違うやつにしよう。一押しのもの何？私が好きなイメージってなる？私めっちゃさ、食べたらすぐお腹に出るから、もう今お腹見せたいもん。ピコピコよ今めっちゃお腹薄いんやけど、お腹が。でもね、衣装着たらね、なんかちょっと別にわからんくなる。本はそうやな。サメ、確かに。かりんとうでもいいんだけどな。一周回って別に回ってない。純粋に書きたいもの、好きなものを書いただけやからね。あ、確かにベーグルもハマってる。本もね、最近ちょっとツイッターで本を載せていこうかなって思って。あ、ゴルフもゴルフやな。グラビアの時も食べない。前日の夜は大体抜く。でも昨日の夜ちょっといっぱい食べちゃったんやけど、昨日の夜はスペイン料理屋さんに行っていっぱい食べました。グラビアさ、なんか私グラビアやりたいんやけどな。うん髪、うん、まあいいや、その話はまた今度明日はオールナイト藤子出ます。深夜に歌番組。グラビアはやりたい気持ちはあるんですけど、なんかオファーっていうか、一回グラビアやらないなんか期間があったから、なんか多分やらない人やと思われてて、出版社の人にも思ってるから、っていうか別に言ってないから、そう NG の人やと思われてるのか、純粋にオファーがないのか分かるけど、オファーがあったらグラビアいつでもしますってなんか広めといてください全然ね、私やりたいんですよ。最近っていうか、別に私はずっとやりたいんやけど、でも最近さ、なんか NMB のグラビアやるメンバーもすごい減ったじゃない。ガールズペディア出たい、ずっと言ってる。今ね、ちょっと順調になんか痩せとるから特にやりたい そう、やっとこ。なんだっけ、あ、そう、好きな推しの一押しの絵を描かないといけないんだった。本かな。アイドル失格を書くとか、なんかそれやったことある気がする。ないか、ね、めっちゃ乙女のアイス流れてるの聞こえとる。ぜひぜひグラビアはちょっと大きい声で、あ、今日の MC で言おう。じゃあちょっと言っていか、自分から言っていかないとあれやんな。確かに板垣くわりちゃんとかも始めたけど、でもなんか10、なんかだってさ、8人10人ぐらいでみんなでさ、そしてやったりしてたの、今もう集められんよね。アイドル資格にしようかな。ちょっと横にね、アイドル資格のポスター貼ってくれてるから、それ見ながら絵を描いてます。あ、いいよいいよいいよ。これさ、この桜クーピーペンシルもあるし。あ、やばい、あ、いけそういけそう、いけるいけるいける。やばいとか言うからやばくない。まだまだ戦える、俺はまだいける。気持ちの問題、最近なんかその気持ちの問題をめっちゃ信じてるから、もうすごいポジティブな言葉を言うようにしてんの。なんかめっちゃ巨乳になっちゃった、なんか大きくなっちゃった。あ、最近ね、てか昨日はね、インスタの方に
お料理動画アップしまして、ちょっと毎週水曜日にね載せていこうかなと思うので、よかったらいいねとコメントもうしてくださってる方もねいらっしゃると思うんですけど、また見てみてください。なんか参考になれば嬉しいです。やっぱね、なんか何がしたいかなと思ったら料理がね一番好きで怒られるかも。なんか作者がこんなん書いたら本当に怒られるかも。もうアンチやで、こんなもん。大変な傑作が出来上がっていております。あ、でもなんか芸術的かもしれへん。完成してから見てほしい。あ、でもなんか逆にもう美術館とかにありそうかも。阿部若菜もちゃんと書いとかないとね。ちゃんと特徴は捉えてるよ。じゃあ完成しました。私の一押しの小説を紹介します。こちらです。アイドル失格見えてる？どうでしょう、何点かな、似てる？怒られちゃうかな、なんか一周回ってダメかな、似てない、なんか印象はね捉えてる、印象なんか目がダメだ、もう。あ、でも意外といいんじゃん、なんかずっと見てたらいい気がしてきたな。どうでしょう、これで。ヤリクずっと見てたらいい気がしてこん。今年の聖誕ってこれやったら怒る？聖誕ってこれにしたら怒ります？確かにめっちゃ日本人なんかのっぺりした顔をしておる。顎がなさすぎるのか、ちょっと唇がでかくなりすぎちゃって怒られるかな。正探偵にどうでしょう。ちょっと待って、これか引き出しときますので、ハッシュタグなんごらん、ありがとうございます。皆さん一緒に考えてくださったり絵を見守ってくださって本当に美味しい。ちょっとめっちゃいいかりんとうあったから紹介したいな、今度インスタのストーリーとかでしれっと推しかりんとうしとこう。めっちゃいい、もうプレゼントに完璧なかりんとうを発見しました。自分用に買ったけど、またねおすすめの和菓子などあれば皆さんいつでも情報こちらまでお待ちしてます。それではぜひインスタも見てください。じゃあみんなまた明後日配信ショールームでお会いしましょう。バイバーイ。天使のユートピア公演18時半から、ぜひ DMM でもご覧ください。